総具は、フランス、オーベルニュローヌ・アルプチー県、オートイコール・ロワール県のコミューン。総具東部の農地マルジュリド山地の中にあり、カンタル県及び、ロゼール県と接している。シャナレエユに、水源のあるスジュ川は、総具を流れ、プラードにてアリエ川と合流する。総具は、ルピュー・ヤンブレの西約 45km のところにある。かつてジェボーダン地方の軍事の要所であった総具は、 マンド市教及びメルクール領主の創始権の下で12世紀以降発展した。宗部の町は絶え間なく刷新されていき、中世の要塞の痕跡は消えてしまっている。唯一残るのは13世紀に建てられた印象的な塔である。歴史的な旧市街は1788年の火事で破壊された。百六十二年はめ、町はタールベニュのペランボワスによって占拠された。 1362年3月25日、エンリケ・デ・トラスタマラ率いるカスティーリャ軍によって解放された。装グ近郊と周辺の山々は、フランス革命前夜にジェボーダンの獣による被害が起きた地方だが、記憶は失われている。装グは、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の一つ、ポディエンシス街道が通る。装グは、オーベルニュを通過してきた巡礼者たちが落ち合う場所だった。 実際、ブリュードからやってきた巡礼者たちは、ルピュヨケ・アリエガー谷沿いを通ってきた。2007年以降、毎年8月に数日間で、約1万人を集めるケルト祭りが開かれている。総具のレスキューセンターには、約27人のボランティア消防士、住民に救済をもたらすための6台の車両がある。総具のレスキューセンターは、年間250回の出動があり、 これは二日に一度の回数である。出動の約80%は救急救命、18%が火事、残り2%は雑事である。ソースイコール1999年まで LDHES 火事22004年以降は NSEE。ありがとうございます。